これならば悟空さんはいけますよ。身勝手の極意が何だと言うんだ。試練は負けない、どんな時もな。パワーアップしたからといって調子に乗るな。苦戦してたジレンを圧倒してるぞ。さすが父さん。これならば我々第七宇宙の勝利は間違いなしですね。まさかここまで圧倒されるとは。もはやジレンの力をはるかに超越しているというのですか。そんなはずはない。俺は負け、負けるはずがない。強さこそ正義、強さこそ絶対だ。勝たなければ意味がない。負けたら全てを失ってしまうことになる。あの時のように俺は二度とあんな目に遭わぬ。だから凄まじい木の嵐じゃ。ジレンの木がさらに膨れ上がっている。一体どうなって嫌がるんだ。ジレンの木が爆発的に上がりやがった。一体なぜ。カカロットが追い詰めたことで奴はかつてのトラウマを思い起こしてしまったか。それでジレンの秘めた力が呼び覚まされたってわけですね。まずいぞこれは。
俺はどんなこともやろうが絶対に負けん。